明智光秀の未解明など本能寺の変の裏に隠されたミステリーと都市伝説。明智光秀とは、略歴と歴史的背景。明智光秀の出自と若年期。明智光秀の出自と若年期は、彼の人物像を理解する上で非常に重要です。彼の出自には謎が多く、若年期の経験が後の行動に大きな影響を与えたと考えられています。光秀の出自については多くの説がありますが、確かなことは彼が武士の家系に生まれ、若い頃から武芸に秀でていたということです。いくつかの記録によると、光秀は明智氏または足利氏の所流として生まれ、幼少期から厳しい武士としての教育を受けていたとされています。また彼の知識や教養が非常に高かったことから、若い頃から多くの人々に注目されていたことがうかがえます。具体的には、光秀が幼い頃から中国古典に親しみ、特に孫子の標本に深い造形を持っていたという記録があります。これは後の戦国時代における彼の軍略に大きく影響を与えたと考えられています。さらに、光秀は家康や信長といった当時の大名たちとも交流があり、若い頃から政治的な才能を開花させていたと推測されます。結論として、明智光秀の出自と若年期は彼の後の行動や決断に大きな影響を与えたと考えられます。彼の教育、家族背景、そして若い頃から示した才能は、後の織田信長との関係や本能寺の変における彼の役割を理解する鍵となるでしょう。光秀の生涯を紐解くことで、歴史上の謎の一端を解明することが可能になります。明智光秀とは、略歴と歴史的背景。織田信長との出会いと昇進。明智光秀の織田信長との出会いと、その後の急速な昇進は、彼の人生における重要な転機でした。この出会いが後の本能寺の変の布石となるとは、当時の誰もが想像もしていなかったでしょう。光秀が信長と出会ったのは、彼がまだ若い武将として名を馳せていない時期でした。信長は光秀の才能を見出し、彼を自らの配下に迎え入れることを決断します。理由としては、光秀の卓越した軍略と冷静かつ洞察力に富んだ政治手腕が挙げられます。信長はそうした光秀の特性を高く評価し、重要な位置に彼を据えることで、自らの政権基盤をより強固なものとする計画を立てていました。具体例としては、光秀が信長の命を受けていった数々の戦いでの功績が挙げられます。特に有名なのは、天王山の戦いや長篠の戦いでの活躍です。これらの戦いで光秀は信長の信頼に応える形で、その軍才を遺憾なく発揮しました。また光秀は政治面でも信長の信任を得ており、信長が不在の際には政務を任されることも多くありました。結論として、明智光秀の織田信長との出会いと昇進は、彼の人生における大きな転機であり、後の本能寺の変に至る道のりにおいて重要な役割を果たしています。信長と光秀との関係性の変遷を追うことで、二人の歴史的事件における心理や行動の背景に迫ることができるでしょう。明智光秀とは、略歴と歴史的背景。本能寺の変直前の政治的状況。本能寺の変直前の政治的状況は、この歴史的事件を理解する上で不可欠な要素です。この時期における緊張と不安定さは、明智光秀の決断に大きな影響を与えたと考えられています。当時、織田信長は天下統一に向けて着実に勢力を拡大していましたが、それに伴い多くの敵を作ってもいました。信長の先制的な政治スタイルと容赦ない戦略は、多くの武将たちに不安や反感を抱かせていました。また信長が次々と敵対勢力を倒し、権力を集中させる一方で、内部では後継者問題や家臣団の不満がくすぶっていたとされています。具体例としては、信長による比叡山焼き討ちや足利義昭を京都から追放するといった行動が挙げられます。これらの行動は、一部の武将や公家たちの間で
信長に対する反感を募らせていました。また信長の側近であった松永久秀や荒木村重などが反乱を起こした事件も信長の政治的状況の不安定さを示しています。結論として、本能寺の変直前の政治的状況は非常に緊迫しており、多くの武将や政治家が織田信長の政治手法に疑問を抱いていました。明智光秀の行動もこのような背景の中で考える必要があり、本能寺の変は単なる個人的な裏切りではなく、当時の政治状況の集大成であったとも解釈できるでしょう。本能寺の変の謎、未解明の疑問点、本能寺の変の動機、諸説の比較。本能寺の変の動機は今もって多くの歴史学者や研究者によって議論され続けており、その真相は謎に包まれています。この謎多き事件には様々な説が存在しており、それぞれに独自の視点と解釈が提供されています。動機に関する主な説としては、信長に対する個人的な怨恨、政治的野望による権力掌握、信長の専制政治への反発、突発的な事情によるものなどがあります。これらの説はそれぞれに一定の根拠を持っており、当時の政治的社会的状況に基づいて展開されています。具体例を挙げると、信長に対する個人的な怨恨という説では、信長による光秀への過酷な待遇や侮辱が原因とされています。例えば、信長が光秀の功績を軽んじたり、公の場で侮辱するような言動をとったというエピソードがあります。一方、政治的野望による権力掌握という説では、光秀が自らの権力基盤を拡大し、独立した勢力を築くために行動したと考えられています。この説は、光秀が政治的に有能であり自立心が強かったことを背景にしています。結論として、本能寺の変の動機に関する諸説は当時の複雑な政治状況と人間関係を反映しています。明智光秀の心理や行動を完全に解明することは難しいものの、これらの説を比較検討することで、本能寺の変という歴史的事件に対する理解を深めることができるでしょう。歴史の謎を探求する旅は、様々な視点から事象を見つめ直すことの重要性を教えてくれます。本能寺の変の謎、未解明の疑問点、明智光秀の意外な行動と真理。明智光秀の本能寺の変における意外な行動は、彼の真理を理解する鍵となります。これらの行動は従来の歴史解釈とは異なる新たな視点を提供しています。光秀が本能寺の変を決行した背景には、複数の要因が絡み合っていると考えられています。一般的に知られている織田信長に対する個人的な怨恨や政治的野望だけではなく、より深層にある心理的な動機が存在した可能性があります。光秀の行動は単に一時的な感情や状況判断に基づくものではなく、長期にわたる深い内省と葛藤の結果であるとも推測されています。具体例として、光秀が信長に対して忠実な家臣であったにもかかわらず、突如として反旗を翻したことが挙げられます。また本能寺の変後の光秀の行動にも、彼の心理をうかがい知る手がかりが隠されています。例えば、光秀が本能寺の変直後に速やかに京都を掌握し、その後の行動において慎重かつ計画的な一面を見せたことなどがその具体例です。結論として、明智光秀の本能寺の変における意外な行動は、彼の複雑な心理状態を反映していると考えられます。これらの行動を詳細に分析することで、光秀の人物像をより深く理解し、本能寺の変という歴史的事件に新たな光を当てることができるでしょう。歴史の謎を解き明かす過程で、私たちは多面的な人間像と動機の複雑さを再認識します。本能寺の変の謎、未解明の疑問点、本能寺の変の結果と影響。本能寺の変は日本の歴史において非常に重要な事件であり、その結果と影響は計り知れないものがあります。この一件は
その後の日本の政治構造に大きな変化をもたらしました。本能寺の変の直接的な結果としては、織田信長の死とその後継者問題が発生したことが挙げられます。信長の死により天下統一への道は一時的に混沌としました。また信長の死後、彼の家臣たちは自身の地位を確立するために争い、日本は再び戦国時代のような混乱状態に陥りました。具体例として、本能寺の変後、豊臣秀吉が急速に力をつけ、最終的には天下統一を成し遂げることができました。また徳川家康はこの混乱を機に力を蓄え、後に江戸幕府を開いて260年以上にわたる平和な時代を築き上げました。これらは本能寺の変という一つの事件が日本の歴史に与えた大きな影響の例です。結論として、本能寺の変は織田信長の死という直接的な結果だけでなく、その後の日本の政治構造に長期にわたる深い影響を及ぼしました。この事件は歴史の中で特定の瞬間がいかに重大な変化を引き起こすかを示す典型例であり、その影響は今日に至るまで多くの研究や議論の対象となっています。都市伝説と裏話、明智光秀にまつわる謎、明智光秀の生死に関する謎、明智光秀の生死に関する謎は長年にわたって多くの人々の想像をかきたててきました。この謎は明智光秀という人物の神秘性を一層深める要素となっています。歴史的記録によれば、光秀は山崎の戦いで敗れた後に死亡したとされています。しかしその死に方や埋葬地については諸説あり、明確な証拠は残されていません。光秀の最後にまつわる不確かな情報や伝説が多く存在し、彼の死後も長い間さまざまな憶測を呼んでいます。具体例としては、光秀は山崎の戦い後に逃れて隠遁生活を送った、実は他の武将に暗殺された、死後彼の遺体はどこにも見つからなかった、など多くの説が存在します。また光秀の墓所に関しても複数の場所が名乗りを上げており、その真偽は今もなお確かめられていません。このような未解明の点が光秀にまつわる神秘性を増しています。結論として、明智光秀の生死に関する謎は彼の人物像に深い神秘性を与え、後世の人々の想像力を刺激し続けています。歴史的事実と伝説が入り混じるこの謎を解き明かすことは、光秀という人物をより深く理解する上で重要な意味を持ちます。またこれらの謎が示すのは、歴史の中には解明されることのない永遠の謎が存在するということです。都市伝説と裏話、明智光秀にまつわる謎、本能寺の変後の伝説と逸話、本能寺の変後、明智光秀に関する数々の伝説と逸話が語り継がれており、これらは彼の人物像を一層魅力的にしています。これらの話は光秀の行動や決断の背後にある思惑や人間性を垣間見ることができる貴重な資料となっています。光秀にまつわる伝説や逸話は彼の人物像に深みを与え、本能寺の変の背後にある人間ドラマを色濃くしています。これらの話には、光秀の知られざる一面や当時の人々の彼に対する印象が反映されています。具体例としては、光秀が本能寺の変を起こした後も多くの民を救い、公平な裁判を行うなど民衆からの支持を受けていたという話があります。また光秀が士分に秀でていたという逸話や、彼が戦いの中でも常に冷静さを保ち戦略的な決断を下していたという話も伝えられています。これらの話は、光秀が単なる反逆者ではなく知識豊かで民衆を思いやる一面も持っていたことを示唆しています。結論として、本能寺の変後の明智光秀に関する伝説と逸話は、彼の多面的な人物像を浮き彫りにし、歴史的な事件の背後にある人間の物語に深みを加えています。これらの話は時代を超えて人々の心を捉え、歴史の中の人物たちに対する理解と共感を深めるものです。都市伝説と裏話、
明智光秀にまつわる謎、現代に残る明智光秀の足跡と記念地。明智光秀の足跡と記念地は、現代においても多くの人々にとって重要な歴史的遺産となっています。これらの場所は光秀の生涯と彼が歩んだ時代を今に伝える貴重な証拠であり、歴史の教訓を今に伝える役割を果たしています。光秀に関連する地域や建造物は、彼の生涯や活動を今に伝える貴重な資料として、歴史愛好家や観光客にとって大きな魅力となっています。これらの場所を訪れることで、人々は歴史の一端に触れ、当時の時代背景や光秀の人物像に思いを馳せることができます。具体例としては、京都市内にある本能寺や、光秀の菩提寺である安土の長明寺、そして光秀が生まれたとされる岐阜県の明智光秀歴史館などがあります。本能寺では、本能寺の変の舞台となった場所を実際に見ることができ、歴史的な考えを新たにすることが可能です。明智光秀歴史館では、光秀の生涯や本能寺の変に関する展示が多数あり、学ぶ価値があります。結論として、現代に残る明智光秀の足跡と記念地は、彼の生涯と歴史的事件を後世に伝える重要な媒体です。これらの場所を通じて、私たちは過去の人物たちとのつながりを感じ、歴史から学ぶことの重要性を再認識します。明智光秀の足跡をたどることは、単なる過去の探求ではなく、今日に生きる私たち自身のアイデンティティを見つめ直す旅でもあるのです。